不思議ね、あなたの剣。でもやっぱり嫌いな剣。白服のたわごとだよ。そんな顔する必要はない。でも最初から何もかも持っているものが違った。私の剣が何て呼ばれてるか知ってるでしょ。凡人の剣。僕は君の剣が好きだし。震災の試合で私が無様に負けた時、姉様が言っていた言葉よ。あの日からずっと自分の剣が嫌いよ。僕は君の剣が好きだよ。その言葉に何の意味があるの？さようなら。余計な往復もこれで終わりかな。